ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます、はい。ちょっと朗読させてもらっていいですか。はい。夏目漱石。夏目漱石。草枕より、うん。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に倒せば流される。意地を通せば窮屈だ。とにかく人の世は住みにくい。住みにくさが高じると安いところへ引っ越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれて絵ができる。人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向こう三軒両隣にチラチラするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて越す国はあるまい。あれば人出なしの国へ行くばかりだ。人出なしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。越すことのならぬ世が住みにくければ住みにくいところをどれほどかくつろげて、つかの間の命をつかの間でも住みよくせねばならぬ、っていうのが草枕の冒頭であるんですけども、はい、こちら、あの自分探しの本、これあの日本エニアグラム学会が出したもので、監修が鈴木秀子さん、あの今日1月3日、1月1日にドン・リチャード・リソさん、1月2日にパトリック・オリアリーさんと、このエニアグラムの巨人のお話をしたので、まあここはね、日本の巨人を紹介、はい、でこちらあの、今冒頭に読み上げた草枕、これあのこちらの本で鈴木秀子さんが監修者後書きの初めに出されているものなんですね。で、要は鈴木秀子さんが、このエニアグラムを学んだ時に、この漱石のこの先ほどの言葉が思い浮かんだと、なんかいいですねそれ。そうなんですよ、この要はエニアグラムっていうのは、人種や国境を超えた、あの経験と知恵の集まったものだと、で要はこの本もまた人の世をのどかにして人の心を豊かにしたいと思って出された本で、要は夏目漱石も、エニアグラムを学んだのか学んだのか、まあ、学んでいたのか知っていたのか経験的に知っていたのか、経験的ですよね、はい、なんか天才じゃないですか夏目漱石天才は多分みんなが言ってますね、それは文学者みんなが言ってますねあの言葉の一つ一つに無駄がないって、そう、なんか世の中を生きにくくしてるのは結局自分自身だみたいなところじゃないですか。そうですね、でそれがエニアグラムの囚われって話です、ね、はい、そうですね、で、鈴木秀子さんは、こちら一番初めに日本で紹介された本がこちらエニアグラム入門で、それの役者として参加された、でこちらの本の役者の描き、ですいません、こちらの本も3日続けて、中古で買ったもので、痕跡本なんですね。痕跡本。線が引いてある、まあ。古い本買うとね、いうところは。で、その役者前書きのところに、あの線が引いてあるんですね。で、それちょっとあの私のより先に買った方の線を引いたところを紹介させていただくとですね、まあ、囚われにエネルギーが凝結しているゆえに、囚われから自由になることによって、自分の中の光と影が統合され、人間として大きく成長し、自己実現に向かいます。ただ注意することは、自分にも人にも決してラベルを貼らないこと。自分にラベルを貼って、どうせ僕6だからさ、って僕よく、私がよくやるやつですね。どうせさって、まあ。みんなやりがちなんですよ。あ、僕だけじゃなくてね。はい。で、自分にラベルを貼って、自分の可能性に限界を作ったり、このタイプだから仕方ない、などと諦めたり、他の人にラベルを貼って、偏見を持つことがないように、よくよく気をつける必要がありますと。人はそれぞれ人生のテーマソングを歌い続けるでしょう。一つの楽器を弾き続けるでしょう。エニアグラムの一つのタイプがその人の、その人のテーマソングと言えますと。で最後に、人の交わりを通して自分を開き、自分の欠点をユーモアを持って認め、
他の人の欠点に寛大になり、落とし穴を知ることで相互に助け合い、人と他の人の良さを生活の中で生かし、より深いレベルで人と関わり、共に成長していくための助けとなるものがエニアグラムです、うん、なんて、うん、役者前書きとして、はいはい、なんでその漱石の言葉から始まり、うん、ちょっと鈴木秀子先生の言葉と合わせてちょっと紹介させていただきましたけれども、うん、で、まあ、この、うん、こちらの本ではまた、うん、あの最後にですね、うん、エニアグラムではまたその、私たちがエネルギーを3つ違うセンターで使うことを明らかにしている、うん、それは頭センター、うん、いわゆる地に働けば角が立つ、うん、そして心センター、情に差をさせば流される、うん、そして腹センター、意地を通せば窮屈だ、うんうん、という人間の動きを自覚し、うん、この3つのセンターをバランスよく自分のものとすることを目指しているものがエニアグラムだよと、うんうん、でこの3つの使い方っていうのを具体的な方法で教えてくれるものがエニアグラムだと、うんうん、で、エニアグラムは今を生きる私たちと個人をつなぐ知恵の絆であり、うん、人と人を結ぶ芸術であると、うん、そこでまた漱石の言葉が出てきます、うん、あらゆる芸術の師は、うん、師っていうのは武士の師、あ、武士の師、はい、志、うん、まあそうですね、うん、あらゆる芸術の師は、うん、人の世をのどかにし人の心を豊かにするのが最も尊い、うん、という漱石の言葉をもう一度かみしめながら、うん、私たちの友人に深い感謝を捧げますと紹介されています。なんであのM8 招待も、はい、あの同じ考えですよね、うん、なる、誰と、要は、うん、このエニアグラムの、うん、誰と、ごめんなさい、誰と、どれと、同じ考え、うん、というのは、うん、この今を生きる私たちと個人をつなぐこの知恵を、うんうんうん、知恵の絆を使って、うんうんうん、あの人の世をのどかにしたい、うんうんうん、人の心を豊かにしたい、夏目漱石と同じ夏目漱石と鈴木秀子さんと、うんうんうん、オリアリーさんと、うん、リソさん、うん、とエニアグラムを愛する人、うん、皆さん、うん、と同じ、うん、エニアグラムを愛さない、知らない人も含めてですよね。あ、しまった、僕はここで今分断してましたねなるほど、そう、うん、その通り、うん、皆さんとなんか楽しくね、うんうんうん、いければいいと思って、いろんな知恵を使って、はい、うん、でいろんな知恵を学んで、うん、ここで言い、うん、突っ込まれ、うん、より良いものにしてくれた、なんかみんなが成長、そう、自分もそうだし、うんうん、人もそうだし、うん、と思ってます、はいはい、っていうところで、うん、エニアグラムの巨人シリーズ、はい、3日目、3日目でございました、うん、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。